海が夕焼けに照らされ始めた頃、願いが通じたのか、一頭のシロナガスクジラが海面に姿を現した。体長30メートルもの巨体が悠々と泳ぐ姿に、我々探検隊一同は、ただただ息を飲んで見守るばかりだった。クジラが遠ざかり水平線の彼方に消える頃には、誰からともなく、その場にいた全員が、敬礼をしていた。当時隊長だった片山さんは、手記の中でそう振り返っていらっしゃいます。なんともロマンあふれる話ですね。